だけど抜け出す、目指すは東京タワーかスカイツリー東洋都市が行くということで、はい、本日はラッパーであり精神科医であり、はい、怪談師でもある、はい、ドクター巻出しさんに来ていただいてます。ドクター巻出しです、よろしくお願いします。いや、巻出しさんとはね、まあ、イベント呼んでもらったりとか、うんうん、それこそ怪談のイベントで、そうですね、同じ演者として出る時とか、で巻出しさん のヒップホップと怪談を組み合わせたすごいイベントが、そうなんです、今あるんですか。あ、今もね、ちょっと休んで、あれ大変ですもんね。そうなんです、そうなんです、若干休んでるんですけど、今ちょっと地方開催をちょっとこうやっていこうっていうところで、あれ各地で、はい、だってラッパーの人も有名な人やし、はい、まあ、階段もなんか有名な人呼ぶじゃないですか。そうなんです、そうなんですよ。だから気遣いますよね。いや、そうなんですよラッパーもやっぱその、怖い話全然普段しないので、うん、なんかちょっとね、怖い話っていうのも人によって全然捉え方が違ったりして。あ、そうや、メーターさん、え、そう、メテオさん、メテオさん、はいはい、メテオさんメテオさん、はいはいはい、メテオさんの怪談とかやばかった。そうなんです、メテオさんはね、もうジャンルを自分で設定してて、オリジナル SF 創作怪談という、ちょっとぶっ飛んだ、すごいですね、話を話して、唐突に出てくるんですよ。そう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 、そうなんですよ唐突にお化け出てきて秒で終わる話を田中さんが来てくださった時だった。そう、その時 CD 買っちゃいましたもん、めちゃありがとうございます。よかった。あ、あの人ね、そうなんです、日本語ラップ界の都市伝説と言われてる伝説のラッパーなんですよね。なんか歌詞の内容も良かったですよ。あ、はい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 、ジャンプの漫画かどうやって、はいはいはい、そう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 なんです。で、はい、今回巻出しさんに来てもらったのは、はいはいはい、ちょっとね、うん、やっぱヒップホップって今、うん、ブームってじゃないですか、あ、まあ、言うたら、はいはい、流行ってます、流行ってます、一般の人にも、うんうんうん、で僕もラップは好きで、はいはい、ヒップホップ聴いてはいるんですよ。おおお、でちょっと年は行くの、はいはい、オープニング曲をラップラップで行きたいなと。なるほど。で、ちょっとそこで巻出しさんに、はいはいはい、手伝ってもらおうと。なるほどなるほど。そうです。ぜひぜひちょっと。いろいろ用意してくれたんですよ。そうです。ちょっとね、実はトラックを何個か持ってきたんですよ。はい、それをちょっとじゃあ聞けるんですか。いいですか。うん、このまま音出しちゃっていいですか。はい。1個目のトラック。はい。行ってみましょう。渋めな感じがいいですね。お、かっこいい。ちょっとゆっくり。そうですね、確かに確かに。まあ乗せやすいかもしれないですけど、うん、ちょっと盛り上がりには欠けるかもしれないし。ああ、いいですね。まあとりあえず1個目の、はい、ゆっくりめのやつ。なんか、はいはい、なんていうの、ちょっとオリエンタルな。そうですね、そうですね。そしたらね、次はちょっとしっかりしたトラックですほんまのトラックですね。一応ね、ちゃんとした人たちにね、はい、頼んで、はいはい。2曲目ちょっとね、次はじゃあヒップホップっぽい感じのトラックもあった方がいいかな。まあせっかくラップなんで、はいはい。カメラの後ろには、うん、マミネムさんもいます。そうなんです、スタッフの、スタッフの、はい、ありがとうございます。あ、皆様、すぐね、もう、もぎりとか全部やってくれる。何でも嫌です。次はね、ちょっと、これまた和風な感じのやつなんですけど、はい、一個ちょっと、まあ、ちょっと多分ね、トラック作る人に階段をちょっと意識したの。若干和風っぽい感じの。あ、うまい。まあ、ちょっとなんか、夏。あ、夏っぽい。夏っぽい感じですかね。切ない感じが。そうですね。あ、こっから。あ、なんか若干旅館の BGM かもある。確かに、ちょっと旅館、確かに旅館感が強いですね。そう言われてる。薄く流れてるやつ、ね。はい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 。おことでCan You Celebrate。
これとかはね、ちょっとラップ感が少し強いんじゃないですかね。あ、ほんまや、なんか、悪い感じが出てます。そうですね、これはね、うん、ちょっとスクラッチとかも入ってます。あ、めっちゃラあれじゃないですか。みたいな感じ。プロがやるやつじゃないですか。プロのトラック。プロのトラックですね。まあそうなんです。ちょっとね、かなりヒップホップ感が強いやつ。うん、もう一曲ぐらいヒップホップ感強いやつもね、はい。ヒップホップの感じでしたもんね。ちょっとヒップホップ味がね、強かったですね。一回止まるんだよな。一回止まりますよ。呪いの影響。呪いの影響ですかね。イントロが。まあ、イントロは編集できるんで、ちょっと。まあちょっとなんか全部かっこいい若干まあオリエンタルな感じもありつつもちょっとなんかビートの感じは割と今っぽい。でも今の曲かな。おトラック、はい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 、うん、最後のやつにします。はいはいはい、これかっこいいですよね。かっこいいですね。はいはいはい、なんかこう階段っぽさもなんか入れてくれてるような気もするし。そうなんです、そうなんです。そうそこはちょっとね、うん、あの組んでくれたんですかね、もしかして。うん、あのちょっとそれに近いものをっていうことでやったんで。え、なんですかこのトラックっていうのは。はいはいはい。巻き出しさんも作るんですか。僕はね、トラックは作らないんですよ。あ、まあね、だいたい打ち込みとか楽器とかで作るんですけど、うん、僕は曲のまあ普通の J-POP とかでいうサビの部分、うんうん、ヒップホップだとフックって言うんですけど。ああ、フックって言うんですね。フックって言うんですよ。あそこを先に頭で作って、で、それをスタジオに行って、なんか歌うというか、やって、はいはい、その僕の作ったフックの部分のアカペラに合わせてなんか作っていくってことです。僕は口出しするだけ。みんな作り方はちゃうけど、巻き出しさんの作り方はそうなんですか、はいはい、僕はね、それが多いんです。なんで、まあ一応、共作みたいな感じであるんですけど、まあ、打ち込んでるのはエンジニアさん。そっか、それじゃ、あの、いわゆるトラックメーカーっていう人は、はいはい、トラックを作る人なんですか。そうなんです、そうなんです。別個にいて、僕はその上でラップをするって感じ。そう。こういうね、システムでやってるんです。いいですね。そしたらじゃあ、この、ちょっとオリエンタルな、うん、これですね、はいはい、これでちょっと行きましょう。わかりました、わかりました。そのこれにラップを乗せるわけじゃないですか、はいはい、そうですね、そうですね。でラップなんかしたことないんで、はい、このどうサビ作るんですかね、はいはいはい、フックを作るんですかね。ね、まあでも、うん、番組のオープニングとかだと、うん、普通にまあその書いていってちょっとこう方向性をあれしながら作るんでもいいかと思います。あ、まあなんかその普通の曲とちょっと多分作り方、ちょっと曲聴いてパッと思ったのは、はいはい、まあエンディングでもいいかな。なるほどなるほど。ああいいですね。だから早速、はいはい、リリックを書きますか。はい。ね、あの8マイル見て熱くなりましたからね。エミネムもね、くちゃくちゃのあの紙に書いてねあれしてましたから。これに書いたいですよ。ああ、確かに確かに。めっちゃリアルですね。あ、どうしましょう。まあ、インとかはね、巻き方がいいね。インとかは考えてますね。まあそうですね。うん、だから入れたい言葉とかですかね。
まあなんか思ったことを書けばいいですよね、はいはいはい、まずちょっとなんかそうですね、単語レベルでもなんかこうバーッと書き出してもらって、はい、それをちょっとリリック風にしたためていきましょうかね。早いな。増えた借金と呪物あ、いいですね。すらすら出るな。先が見えないまさに深川。おお先が見えない、まさに深川、いいっすね。となんやろな母からの手紙。はいはいはい、うん、破らず保管なるほど。ドアから覗く家賃の袋。あ、未だにあれなんですか。家賃の袋。あのドアにシュッて入れる。ああ、すごい、そうなんすね。はあ。ええ。廊下にも荷物。隣の人が出れない。助けて。すごい暗い歌詞。いや、リアルリアル。リアルシット。あ、リアルシットいいですね。リアルシットですね。引っ越したいけど、引っ越しはできない。はい。カオスさんが振られて帰ってきた。振られて帰る。いいっすね。しばらくの深川。深川。深川ね。ファンからのお菓子で過ごす。本当はタバコがいい。注文が。テーマだから毎回擦り込まれていきますから。まあでもやっぱヒップホップ的な感性も入れたいんで、あのこっから抜け出したい。なるほどなるほど。抜け出したい。うんうん、呪物と共に。いいですね。呪物と共に上がっていく感じ、ね。上がっていく。深川の川上へ。あ、やばい。いいじゃないですか。リリシスト。リリシスト。あ、来ましたね。降りてきてます、ね。降りてきてますね。あ、目指すは東京タワーかスカイツリーか。これ両方見れるんですよ、ここって。あ、そうなんですね。あ、確かに、そっか、場所的に。清洲橋から選んでます。これはあの、クリーピーナッツの歌詞に出てました。そうですね。どっちも見える。はい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 。ティーキャットから世界へ。あの、世界へ飛んでるんだ。あ、ティーキャットは、ね、羽田行って。はいはいはい。続く、この先へと。かっこいい。わぁ、めちゃくちゃいいじゃないですか。もう一気に、一応。もうね、はい、だいぶボリューム的には。リリシスト年が。リリシスト年、やっぱり。リアルシット、ボムしましたよ。そうですね、早いなぁ。エミネムかと思いました。あれ、8マイルって、はいはいはい、あの距離でしたっけ、あれ。あ、そうですね。あの、川からの、あの、距離ですよね。8マイル、確かにそこもなんかちょっと入れたいですね。ティーキャットまで何キロあるんやろ。確かに。あ、入れたいですね、それ。だいたい5キロ。5キロ。はぁ、はぁ、はぁ。3マイル。3マイル。いいっすね。半分弱ぐらいの感じで。3マイル。ありと、すぐ行けそうな気もしますね。すぐ行けます、ね。3マイル。一応、隅田川を通るんで。はいはいはい。
いいじゃないですか、うん、でもなんかいっぱい出てきましたね、かなり、はい、出てきましたね、かなりかなりこれでリリックっぽい感じになりそうですね、しかも流れもこの感じがなんか良さそうですね、東京に出て3年、はい、増えた借金と呪物、うん、先が見えない、まさに深川ここいいっすよね、いいっすね、いいっすね、これそのまま使いたいですね、まあなんかちょっとラップっぽい感じに、そうですね、はいはいはい、ちょっとしていきたいですね、多少ちょっと入れ替えたり韻を踏んでみたりして、あとはまあそのビートの感じが、ね、このチリーンもいいですね、ねの、あこれね、あびっくりした、なんかマミネムさんがなんか当たったんかな、いやいや確かにいっぱいありますからねなりそうなものさっき聴いた曲やったそうそうそう、この入りがね、まあちょっとでもここ少し長いんで多少 YouTube のオープニングに合わせて、はいはい、ここからでもいいかもですねいやー、冬年がいい、あでも速さもまあなんかこれくらいだとちょうどいいかもですね、うん、遅すぎず早すぎずで、まあざっくり東京出て3年増えた借金呪物先が見えないまさに深川歯からの手紙破らず他ドアから覗く家賃の袋廊下荷物隣の人が出れない引っ越しできないカオスさんの声字が邪魔するファンからのお菓子で過ごす本当はタバコがいい抜け出したい呪物と共に深川の川上まるで人の風上には置けないかもしれないだけど抜け出す目指すは東京タワーかスカイツリー T キャットから世界へ続く3マイル隅田川越える、もうここへ年が行く世界中のどこまでも年が行く、うわもうまあなんかもういやいや今ちょっと即興でざっと合わせただけですけど、すごいっすね、いやいやいやまあなんかでもちょっと整えて、はい、なんかこうねもう少しこう綺麗にすれば、もうすぐできそうですね。いけそうですね。いけそうですね。リリシストかな。スリーマイル。スリーマイル。本家の 40% ぐらいの。いや。5% ぐらいまあね、8マイルで言うと、あの3マイルのあれはなかなかきついね、そうですね、ストーリーでしたけど、いや、そうですね、かっこよかったですよね、うん、かっこよかったですね、ちょっとインも入れてくれて、はいはい、なんかちょっとね、あの入れ替えて、はい、入れ替えたりとか、まあ、もう少し整えて、うん、あの清書して、でもこの感じでいきましょう、まさにね、なんかパッと決まりましたね、決まりました仕事が早いすごいな、まあこの場でね、なんかこうサクッと作っても、うん、ちゃんとしたあの曲として出すのにちょっとここだと、ね、録音があれなんでまた、まあうん、じゃあ次はそうですね、次なんかスタジオ行くか、そうですね、はいはい、東さんにうんうんうんと、おつぼ合うタイミングで、いやもう全然いきます、スリーマイルをスリーマイル形にしていきましょう、リアルシットしましたリアルシット、これでも これ持っていくの最高っすねこれをジャケットにリリースとかしたいぐらいじゃないですか、ほんまっすね、ここの下にあのラップでよくあるあのペアレンタルアドバイザリーって右下になんかあるマークとかこう入れたら、なえなんかし何のマーク、白黒のなんかね CD のなんかありますよね、あはは、あれをねペットこの辺に載せたらもうなんかジャケットになりますよ、これかっこいい、じゃこれをはいはい、はい、ちょっと綺麗にしてもらって、そうですね、なんかこういうやつ、こういうやつ、このあこれね、これね、これかっこいい、これね、このペアレンタルアドバイザリーっていうのをこう左下のあたりとかにペットつけるともうラップのジャケができますんで、それでまあもう巻出しさん、はい、プロなんで、はい、もうどうせなら、うん、もうなんかちゃんとしっかりした形にしてもらって、はい、はい、ね、いいですね、もうあのやります、やりましょうありがとうございます、むしろなんか僕も使っていただけていえいえ、もういやほんまにありがとうございます、いい曲になりそうですね、いい曲になりそうですね、マキダシさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました引き続きはいはいはい、またちょっとレコーディング編で、はい、お願いいたします、マキダシさんの、はいはいはい、YouTube チャンネル、はい、の
ラッパーの怖い話、はい、チャンネルと、そうですね、あと僕のミュージシャンの巻き出しの、あの巻き出しのこれまたね、僕の、ね、あのミュージックビデオも結構実は対談周りの人も出演してもらってて、そうそうそう、僕もね見たことあるんですよ。ありがとうございます。僕もちょっと今度参加してください。ぜひぜひお願いします。あのいろんななんかね、絶対必ずいい役あるな。あります、いい役あるな。ちょっとラッパーじゃないです。ラッパー、ラッパーの役ね。なんかラッパーの役なのか、あの爆弾犯とかいける。いいっすね。爆弾犯とか。いいっすね。よれた黒い帽子とか被って。一番やばいやつ。やばいやつ。いいっすね。ちょっとじゃあそういう筋書きを、はい、あの準備しておきます。ありがとうございます。じゃあ、はい、皆さん、あの、交互期待ということで。よろしくお願いします。じゃあ、巻田さん、はい、本日はありがとうございました。はい。のみねむさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、星がいる分、チャンネル登録、お願いします。お願いします。